くなりました。これね、すごい。あ、どうも。やられたらやり返す、倍返しだということでですね、始まりました、ウシロシティの話。今日はですね、金子一人の木曜日ということで、ゲストにですね、半沢直樹さんをお迎えしてお送りしております。やられたらやり返す、倍返しだということでですね、開始がちょっとですね、遅くなってしまったんですが、今、ライブ終わりで、光桶の片山さんとご飯を食べに来ています。やられたらやり返す、倍返しだ。よく片山さんに紹介をしてもまだやり返しない。しかもライブでチンチンしてる傷も言えないまま。はい、そんな感じでございます。聞こえてますでしょうか。聞こえてるかな。ちょっとタイムラグ。あ、なるほど。で今まずご飯を食べに来たので、はい、はい、ご飯を頼みましょう一回。どうしましょう。どうしよう。これですよね、キャンベタ。そうやね。チンマーやな。キンマーハンセット。これ何より特の方が安いってことは、特の方が量少ないんですよ。そういうことやな。あ、そうじゃないですか。そうしよう。そんな量はあれやし。ほんま覚えてるね。あ、来た。いきなり片山さん映ってビビった。どうも、こんにちは。ついに来ましたよ。お待たせしました、皆さん。あ、やった、片山さん。あ、やっぱ引きがある。うん、すごいウェルカムな感じが。そうでしょ。うん、これやっぱでもすごいコメント来るな。うん、片山さん出るかな。今まだ片山さん出てる段階で、片山さんが出るかな。だから半沢直樹通ってる、金子と今半沢直樹っていう設定を信じてやまない。なるほど、はい。うん、聞こえてる。はいはい、すごい。うん、めっちゃ来るやん。見てくれてます。ごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃいました。ライブ終わってね、はい、でそのまま今、そうですよ、ご近所の片山さんと帰ってきてるところです。ちょっとね、今すぐ喋りたいんですけどね、まずメニューをね一回ちょっと頼みましょう。はい、すまないですね。お酒飲みます。一杯だけ。あ、一杯だけ。夜の特特いいじゃん。でしょ。でも来たらあれは食べたいよな、あの辛いやつ。シェアする？うん、それもあり。お酒飲みます。私一杯だけ。じゃあ私も一杯だけ。一杯だけ。すいませんね、皆さん。何？ビールと普通のハイボールです。ハイボール、これ普通の。いや、すいません。普通のこのハイボール、ハイボールを一つと、あと、何が何飲みますかね。こういうのかな。いいかな。あ、でも普通のサワーにしようかな。じゃあこういうのかな、ライチ酒とか。これ美味しい。あ、いや、そういう方がね、あれかも。うん。はい、レモンサワー。レモンサワー。うん、ちょっとお酒弱くできますか。レモンサワー。ですね。レモンサワー。今お酒多く少し控えるお酒で低量になっちゃうんですけど。できたらちょっとだけ弱い、お酒弱い。全然弱めるんですか。あ、はい。わかりました。はい。すいません、お願いします。レモンサワーの方が。うん、はい。こういうのかなと。うん、そうしましょうか。チンマーハンってご飯にかかってるって。そうです。うん。チンマーハンの。それは入る。波分け。波をちょっと。うん。得って単純に量がちょっと減るってだけです。はい。得って単純に量が少し減るって。もともとセット用のやつなんで、こっちで使われてるやつを単品しただけなんで、大きさで言うと下まで小さいです。うん。じゃあ波。うん。で、なんか他。うん。なんか頼む。定食は何かつくのか。1個頼む。うん、わかんない。
感じ。何にしよう。しそ餃子。あ、おいしそう。あ、ああ、ね、うわ、めっちゃ美味しいですか。わあ。ああ、あれだ。他人気あるのじゃあ普通の焼き餃子。この2つ出ますね。うん。じゃあ焼き餃子いくもんね。はい。他何がよくないですか。おつまみとか。まあ、こちらほぼ均等的なやつが、値段的にはザワサルのザーみたいなのが、上のやつが結構どちらかというか、あとはほぼ均等とか、そういうやつ。肉もやし。肉もやし、はい。肉もやしか。はい、それでじゃあ、はい、ありがとうございます。はい。はい。ね、お待たせしました、皆さん、本当。はい。結構声入ってるんですか。入ってると思いますよ。ちょっと引かないと2人とも入らないんで、こうやっていけばいいのか。はい、お酒飲んじゃいますよ。だったらね、下に行くんですよ。おお腹すいたな。そうですよ、僕らもちょっとお腹すいたので、ね、一緒に飲みに来てる感覚ですって。あら、ありがとうございます、うん、乾杯しないといけない。そうですね、乾杯をしましょうか。アスワさんの日曜日の時はがっつり飲んでらっしゃるらしいです。アスワ君はいつも一人の時は一人で飲みながらやってるってこと。一人なのかな。なんか島田さんとかよく行ってるじゃないですか。はい、あのアスワの家に。あれ、なんか今なんか浜口さん、滑らない話で浜口さんが片山さんが近所に切られた話でした。はい、ありましたね。詳細教えてください。あ、そうか、ライブでは言ってましたもんね。ライブで言ってた。これは仮想大賞の時にね、うん、浜口コントサークルで、はい、出て、で、なんかこう絡みがあると、うん、トークの絡みが金ちゃんと最後にあるから。あれなんですか、あ、そうか、出てなかったよね。僕ら出てないと。何番なんとかこうとか、そう、大王位かでやって、で、終わった後に点が出て、バニーガール、バニーガールとかで言うんですか。あ、ハイボール、はい、レモンサワー、はい、こっちがレモンサワー、はい、それでは皆さん、はい、乾杯。すいません、乾杯、はい、乾杯。すいません、いただいて、本当ね。あ、うまいね。うまい。で、あ、そう、それで、仮装大賞に出たときに、うん、そのエンディングの絡みもあるから、うん、考えておきましょうみたいなんで、うん、結構若手ばっかりでバイトしてる芸人も多かったから、うん、そういう話が来るんじゃないかって言ってて、浜口さんとかとシミュレーションして、でいざ、演技が終わって、うんうん、絡みの時に振るわんかったんですよ。15か16ポイント以上で確か合格がなくて、そうピーンの方法だったで、なんとか上げてもらおうと思って、うん、まだまだあのね、そうそうそう、はい、バーって喋ってて、いや、バイトしてる芸人もいっぱいいるんですよ、上げてくださいみたいなことを言った時に、俺がかぶせで、いや、本当ですよ、練習にすごい時間使ったんですよ、時給返してくださいよみたいなことを言って、はい、まあ、どうもよくなかったかもしれないけど、うん、言ったら、金ちゃんがこうマイク持って、金ちゃんさんがね、うんうん、マイク持ったのをちょっとずらして、ぶちぶちうるせえよって、ぶちぶち言ってんじゃねえよっていうのを言われたっていう話。まあまあ、みんな言ってたわけですよね。そうですね、もう失礼します。ありがとうございます。いや、でもめちゃめちゃ優しかったね、うん、結局。今、なんかこれが来ました。肉前し、これで映るの、ここ、あ、映ってますね。はい、これを食います。これ2人同時に映すの難しいな、うん、声がね、入ってるわね。そうそうそう、ラジオですか。もし前もうちょっと食います。マジでいいですか。すごいね、これは。毎回これ欠かさず、うん、これもう300日ぐらいやってる。もう全然300、あと50日ないって言ってました今日。あ、そうなんや。9月2日で終わりだから、うん、8月が31日、うん、33の、まあ、あと今月10日ぐらいでしょ。もう50ないっすよ。すごいね。
これさ、見てる方で、その300日間、はい、ありがとうございます。300日間ってか、それぐらい欠かさず毎日見てるって方、毎日、毎日の人、いるのかな。あれ、これ、あ、もう結構溜まってきた。ゴッコさんとナオさん、あ、ゴッコさんとナオさんが、その、アスワンチに行くのは、うん。へぇ、そうなの。酒飲みたい、酒飲みたい。片山さんなんかかっこいい。いや、もう今一気に寄せたけど一気に今寄せたけど乾杯、ありがとうございます、皆さん乾杯。あ、映ってない。あ、やべ、なんか触った。やべ、こういうのがあると やばい。さすが、ちょっとわかんないことあると思う。アナログ人間、はい。片山さんの声コミカルです。あ、いいじゃない。片山さんよく見るとここ、お、いやだってこう今自分で映ってるの見ても、うん、かっこいい。いやでもその相方の伊勢君は、うん、いや男前と言われるじゃないですか。言われる。でその個人なわけだから、うん、DNA はそうやね、もうほぼ一緒で、配列的にはそんな変わらんはずや。入れ物がだから違う。そのありますもんね、おしゃれなボトルが出るときとかあるじゃないですか。あ、そういう感じだと思います。だからただむき出しの醤油かおしゃれなボトルが入った醤油か、そうってことですよね。だ毎年毎年そのブランドは一緒なわけ、うん、毎年一緒のブランドが出してるけど、うん、人気のなかった年、うん、どんな気持ちになるんですか。例外的な、例外の、はい、今年あかんかったなっていう年。いただきます。今さんじゃあいただきます。うまっ、おいしい。うわ、でも見てるって、うまい。ほとんど見てるはず、ほぼ見逃してないです。うん、すごい。うん、毎日見てる。うわ、100回あたりから毎日見てる。これはありがたい話やで。へぇ、大事にしていかないと。片山さん笑顔素敵ですよ、ほら。うん、だから今もね、121人ですって。いや、すごいね、100人、うん、だ今日のライブが120人ぐらいなんだ。そうや、それと同じぐらいの人数の人か。そうや、俺だってさ、俺らもユーストリームというか、ネット番組を月2回ぐらいやってんね、うん、チキチキジョニーさんと各週で。あれ、それ北三度でやってんの。そうそうそう、うん、アイドルの、地下アイドルと言われる女の子たちを招いてやるんだけど、うんうんうん、そんなに見てくれへんね、毎回。あ、毎日やってるから見てくれてるんですよね。どうなんやろ、やっぱトロワーク教室に人気あるんじゃない。この前の収録15人しか見たかったぞ。でもそれ残るんですよね、放送。残らへん、生放送だけってことですか。確かそうやったと思う。なこちゃんとか出てるんじゃない。そうそうそう、もう違う番組ね。あ、なるほどなるほど。そうそう、コーヒーとか、うん、正直みんなでいいの、ユーストリーム？うん、みんながライブ終わって僕らだけちょっとハブにして打ち上げたりするじゃないですか。言い方は悪いやん、まあ、僕らからそう見えるじゃない。それは別にさ、ハブにしてないで、こうやって見て待ってるお客さん、視聴者の方おるわ。いや、僕らはもちろんそのつもりでやってますけど、でも9時半から10時半ぐらい光るわけで、うん、じゃんかじゃんか僕らで、うん、みたいな。ちょっと待って、片山さん笑ったらブスですね。おい、その下にこの後にせめてあの W の笑いってやつつけへんかったらただの悪口。せめて W つけていかなあかんやねえ、文字はそれができるの。そうやね。でも確かに正直の芸人ね、いっぱいおるわけだから、うん、やっていたけどね、うん、そうそうそう。後ろシティが終わったらさ、どうなるのかな、うん、次また誰かやんのかな。やるのかな、どうなんだろう。でも日替わりとかでもやればいいと思いますね。月曜日単純に誰かとか、うん、ね、月曜日が誰かとか、片山さん、火曜日が誰かとか、片山さん、水曜日が誰かとか、やめてくれよ、火曜日がやめとけよ、お前。木曜日が片山さんと誰か、金曜日が片山さん、土曜日は光を。いや、だからなんで俺だけ残すやん。曜日ごとにやったらいいと思うんですけどね。じゃあ、始めます。よしぞ。よいしょ。あれ、これ醤油入れてくれたの？
なんかそういうのを、いや、タル最初に持ってきてくれ。餃子。あ、これうまそう。あ、実験生。あ、美味しそう。いただきます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これがチェンマー。これはカメラをあげないといけない。あ、見てください。晩ご飯。一回逆にした方がいいか。チンマーハン。なんかね、辛い麻婆豆腐とご飯のセット。で、これが、もうちょっと食べ終わりそうだけど、肉もやし。餃子。半沢直樹です。片山。ね、倍返しだ。やっぱ敏感ですよね、そのカメラが来るっていうこと。チンマーハンです。すごい、あったかいので今から食べます。餃子も、すごい焼きたて。肉前しも来てます。はい。今フレームの外で片山さんが伝わりました。行きましょう。パン、倍返した。今、美味しそうっていうコメントだね。純粋な。あれ、どうすんだっけ。戻し方わかんない。あ、これか。食いましょう、とりあえず。そうですね。餃子をね、いただきます。はい。続いてください。いただきます。食レポ。これね、うまい。これね、うまい。いや、ちょっと。はい、ごめんなさい。うまい餃子を食べた片山。はい。うまやますね。いや、もうだって今もう、今日お仕事終わりましたもん。だって、そりゃそうじゃない。ね、そりゃそうじゃない。そりゃそうです。やっぱちょっとね、やりながらちょっとなんか慌ただしいですよね、食べるの。まあね、久々食べる。見守られながら食べるってやっぱ一人暮らしの子ぐらいじゃないですから、ね、うん、確かにそう、いつも一人で食ってるのが嬉しいよ、うん、寂しいもん、やっぱ一人で食べてると。そうだな。でも家で食ってます。でもご飯僕家で食ってないから。あ、家で食べるの。食べないし。自炊せえへん。しないし。全然食べるよ。でも最近はちょっとさすがにさ、うん、引っ越ししてキッチンが狭くなったからさ、うん、前の部屋の方が良かった。前の部屋は全然料理したけど、今はちょっとせえへんな。うん、シソ餃子食べたことあった？ない。シソ入ってる方がさっぱりして美味しそうや。うん。あ、辛い。辛いわ。トッピングでマヨネーズとか卵とかあったで。まろやかになってる。そういうこと。あ、でもうまい。めっちゃ辛いですね。これは辛いな。なんかあんのかな。こっちで。これは辛いな。卵もらう？卵とマヨネーズ。卵。どっち？卵。まあ、何にするの？じゃあどんな感じするのね。まあ、どんなことかある。まあ、もう卵の方が全身か。すいません。はい、これがちょっと辛くて、卵をしたらいいですか？はい、どうですか？はい、卵とか、まあ、マヨネーズもやってると。マヨネーズ、マヨネーズも合います。自分は結構、まあ、これもいいですか？卵のとか、うん、出た。なるほどなるほど、はい、せっかくだ。じゃあマヨネーズ、マヨネーズ、マヨネーズ、はい、マヨネーズだけでもいいです。マヨネーズだけでもまろやかになってるしね。そうだね。うん、じゃあマヨネーズ。麻婆豆腐か。麻婆豆腐に、うん、マヨネーズ。あ、辛辛さ強い。弱い方や。そんなにめっちゃ強くないんですけど、最近食べれるようになってきたから、結構辛いものだったら辛いもの頼みをしてますよ。なすなかさんによく連れてきてもらいました。えぇ、ー、うん。あ、そうなんや。うわ、ここじゃないですけど、新宿とかも。わ、どうでもま。
あ、え、これを、これを、そうですね、入れちゃう、入れちゃうんだね。あー、それはいいや。へぇ、いいじゃん、スプーン入れちゃうかったやつ。うわ、餃子うまっ。ありなんだ。そんぐらいあればさすがに。これをね、こうして。あ、全然見てなかった。お腹すいた。あ、130人が食事風景を見たくて見ています。こんなありがたい話ないですよ。うん、130人の方がいいんですか、こんな何も食べているのが。あ、食べ物飲みはラストオーダーの時間になりますか。追加のハイボール、これ、あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、うん、よろしいですか。大丈夫です、はい、いつもでも逆に喋ってばっかりだから。あ、そうね。そう考えると一人の日はなんかちょっとぐらい特別なことをやった方が、うん、僕は前のみにちょっとぐらいなんかこういうことをやった方が。うーん、餃子が目の前に入ってる。そっか、これ入ってんの。入ってるみたいな、うんね、餃子めっちゃ美味しくないですか。おいしい。あ、光ゴケで、はい、今夜って365日、夜ね、そういう。あ、俺らね、いや、そらやりたいって気持ちはあるけど、こんなに見てくれへん俺らと。それはいや、でもそれはでもあるじゃないですか、見てくれる人の数じゃないじゃないですか。いや、数は結構モチベーションには関わってくる。それはもしですよ、うん、今見てる人が、うん、全員光を系が365日のテレビのやつになったら、うん、見るということだったら、うん、僕らの終わった日から365日やってくれる。全員や。いや、今見てる人130人が全員コメントして言うのはあれだよ。え、それ100人ってことだよね。高いよ。100人だ。100人っていうか100人でもいいよ。100人でもそれは嘘やん。その見るって気持ちはあると思うよ皆さん。でその気持ちで書き込んでくれると思うけど、やっぱ後ろシティやから毎日見たい。いや、なんかそういうんやなってくるんですよ。やっぱ毎日やっぱやるんやったら毎日な、ある程度人数の方に見ていただきたいやん。でこれから毎回放送のたびに毎日最後の方に9月3日から新番組光ロケの話ゴケ始まるよ。で絶対見るという人を募っていって、集まったらその365日、僕ら1時間でしたけど2時間。何すんねん2時間。満足させられるスキルはない。2時間置くこと、2時間置くこと満足させられへん。毎日やろ。でも案外ゲストとか呼んでたらすごく楽しかった。いや、楽しいのはもちろん楽しいと思うけど、やっぱ毎日はやっぱちょっと、うん、後ろ付き合からできたいと思うよ。それはいやいや、僕らも時間もずれだし、ここ最近結構ずれてたんですよ。いや、なんか昨日も12時過ぎてからとか。ああ、3人で、うん、食べてる感覚ありがたいですね、本当。3人食べてる感覚か。見てくれてる方がね。なるほど、うん、お誕生日的に座ってる感じですね。だから、ありがたいですね、うん、毎日なんかやるあれ決まってんの。最初の頃ってなんかさ、月曜は何をするとか言ってて。あ、今もありますよ。ああ、ね、月曜日が誰か来てくれてゲスト呼んで、うん、でもそのゲストも僕らが面倒くさがって忘れてて、大体呼ぶの忘れて、で体でやると月曜日大体ライブやってるじゃないですか。だから運悪く残ってた後輩は無理やり出させるって。これでもさ、うん、
アスワのやつはさ、ツイッターで告知するやん。うん。だから、ツイッターを見てアスワ君がやるってなって見てくるわけやん。アナゴ君がさ、やる場合とかさ、わからんし。みんな待機してるってことこれ。そっか。そういうことで。だから今日も遅れたでしょ。うん、その、知らせる術がないの。そうやな。だから見てくれてる人たちがずっと金子はきっと今日やってくれると思って、パソコンの前で待ってるってこと。ああ、まあ、その言い方されるともうたまんないですよ。いや、そうやね。メールだ。メール来るの。メール来たじゃない。せっかくやからじゃあね。何のメールかをじゃあ。はい、誰から。これメール来たらどうなんだ。僕今自分の携帯でやってるじゃないですか。うん。メール来たらどうなんだ。全然あれです。普通の。うん、明日もライブがあるんですけど、うん、明日ものは試しにっていうライブが数多でありまして、ぜひ見てください。夏中さんとザスキボーラー、いないごけっていきなりお前も来とるやんけ。お前パッと顔上げたらパッと顔上げたら見えへんっていうの来てるやん。いや後ろにあの何ですっけ W でしたっけ。え W、 うん、 W なかった。 W なかったよ。笑ってへん、真顔で言うてんねん。真顔で見ないごけ、真顔ででも見ないごけってつけたっていうところがチャンネルだと思うんですけど、そこ100歩言うんでね、うん、明日ね、座敷ボーラムだって何回か出てもらってますし。あ、そうなんや。うん、なすなかさんだけに出てもらったことないな。あ、そう考えたら那須さんは平岡一番街の方には出たんですけどね。あ、僕らもこの辺出ました、こっちも。うん、はい、これなんか単独のなんか打ち合わせしてて、うん、その時にあの劇場でやってるから出てきました。うん、金太郎も出たって。はい、すごい。確かあと他にも誰か出たっすね。金太郎が出たっていうのを、はあ、バッて聞いて、うん、へえすごいって言っちゃうの嫌やな。もう当たり前のように嫌っすけど、もう当たり前になった。特に何も思わなかった。何も思わへんけどさ、ちょっと言っちゃう、うん、後ろって金子学ぶボットさんがつぶやいてくる。お、そんなんあんねん。なんすか。ヨシオシティの金子くんの、うん、なんかツイッターのそのなんかボットって僕あんまよく意味が分かんないんですけど、なんか金子の名言とか金子情報みたいな多分流してるアカウントがあるんや。へー、あ、その人が、え、だってその人僕と一緒にいないと無理じゃないですか。なんでからスタートなんで。その人が見た瞬間に、え、その人は僕じゃない。その人は見た瞬間にこう言うてんじゃん。え、名言はだって僕が僕しか言えなくないですか、僕の名言は。わかんない。名言はだから過去のライブとか番組とか、うん、何かその雑誌とかで言ったのをその人が抜粋して。あ、僕も言ってるんですか。そうそうそう。あ、何個か言ってるんですよ、ね、今まで。あ、それをやってくれてるんです。そうそうそう。へぇ、その時金子はこう言ったみたいな。そう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 。へぇ、それを多分つぶやいてるのはボットじゃないですか。あ、その人のおかげでやれてるんですね。その人のおかげでなんか結構自分一人で生きてるみたいな気になりがちなんですよ。、うん、違うんですよ、人は一人で生きてるんですよ。そうなんです、ありがたい。せっかくね、言うとやるようになったんだから。あ、でも後ろシティだから毎日見ますっていう人、そういうことですから。ほら、これが熱烈なファンってやつです。うん。話ごけってなんかね、うん。みんなゴミごけつけてバカにしてる。バカにしてんの？うん。あれ、ます物試しに。ああ、そう。もしお時間あれば。あれ月一でしたっけ？うん。座敷ボーラーとヒカリオケとナスナカ。そうそうそう。なんか毎回あれありませんでしたっけ？テーマ、テーマのネタ。ある。今回は、両サビティ。いいよ。今回は、死ぬ、死亡死ぬ、生き死にをテーマにしたネタ。え、なんでそれをテーマにしたの？よくわからない。なんか座敷ボーラーが勝手に言うの。え、人の生き死にをテーマに言うの？うん。人とか自分とか。要はあれや、なんか、多分、なんつうの、自殺のコントとかさ、よくあるやん、うん、コント設定の、うん、ああいうのとか、そうそうそう、うん、そういうこと、
物語試しにもう1年経つんでしたっけ。経つよ、9月に最終回だから。あ、え、今月やってあと3回で。そうそうそう、うん、だから俺がそのライブ物語試しにで最初この体を1年後バキバキにする。あ、そうか、それでやってるんだ。そうや、だから最初 22% ぐらいで体脂肪、今もう 11.5% バキバキですよ、もうこれ。え、じゃあその9月の最終回あるんですか、うん、それ終わったらどうする。緩やかに戻していく。あ、激しい、うん、激しく戻すと本当に糖尿とかになるから、うん、あ、そうなんだ。確かに、なんかこの前先輩喋ったら、うん、一回ダイエットガッてして、それでやめ、ジムやめて、うん、キュンって戻った、うん、飲んだら今までの元のあれに戻っただけなのに糖尿になったんですよ。へえ、怖いです。だからなるべく体は病気にならないように緩やかに。で、三浦はまあご飯、炭水化物取らないようにしてます。そう、まあ今もっきり食べてるわけやけど、うん、あ、でも結構緩いじゃんって言ったんだから。緩い、その食べたり食べなかったり、うん、そんぐらいでも、でもそんぐらい落ちるってことなんですよ。そうそう、12キロ、12キロ落ちて。え、ってこと逆に風間さん1年前結構太ってたって。そう、1年前は俺70キロあった。身長変わんないですもんね。うん、身長はもう変わらない。だから今59ぐらい、71キロぐらいあったから、だから今59やから。え、1年前まだそんな太ってた感じじゃない。いや、でも写真見たらもうびっくりするやん、全然違うやん。でも前の洗剤顔面白いですもんね。前のやつね、1個前のやつ、うん、ギンギンやろ。あれ探したら出てきますもんね。出てくると思う。光よけの1個前の洗剤写真が面白い。ありがとう。いや、ちょっと高さんと、うん、でもさ、うん、全然それとは別件やねんけどさ、うん、怒りごけって、うん、誰かが調べて、うん、怒りごけを知らない人が芸人やってるんですよ、うん、言って怒りごけっていうのを調べてくれてるんですよ、うん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 、ほんならこんな感じで出てくる。あ、写真の、そうそうそう、怒りごけを知らない人が怒りごけって検索して、あ、出てきた画像は、うん、それ斜め、あ、ギンギンの片山さんと、あとはちゃんとした苔、そう、苔に埋もれる片山っていう。いや、埋もれちゃないですよ、埋もれちゃないですよ、これ埋もれてない、はい、苔が埋もれてる。でもこの写真やね、前の洗剤の顔。そうですね。あ、その頃はだからまあまあ結構体重いってたと思う。うん、多分いってたと思う。確かにこの頃のコミカルな顔っていうか、うん、コミカルやろ。うん、そっか、でも1年でそんな、でも月定期に1キロぐらい落ちてる。もっとか、もっとのペースか。いや、落ちる時にガッと落ちて、うん、で止まってガッと落ちる。明日行く人いるんじゃないですか。だから行く人どうなの、試しに。あ、みんな片山さんの痩せたことに気づけてる。いや、そうだな。あ、物語試しに行って最終回なのって多分知らなかった人も。9月ね、9月最終回。うん、これどうする。うん、金子のだらしないからだ。 ET 金子っていう。これどうする。いいぞいいぞ、全然こういう人に言うと、最近するのこれレアガードですよ。はい、はい、金子のおじいちゃんのような体、ね、うんうんうん、筋トレしようかな。今でもこの時よりちょっと太ってるよね。太ってますかね。これだってまだちょっとなんか脂肪ないもん。やっぱさっきも言ってたけど、ユーストリームやってからちょっと太った感じ。そうなんや。ご飯の時間が単純に遅くなってるから。なるほど。それは辛いね。僕もこれ終わったらだから痩せるかな。
何したんですか、運動ですか。筋トレとか。それまでって何もしてなかったですか。うん、ですよね。何もしてない。僕もずっと何もしてなかったから、何かしたらじゃあ一気に痩せんじゃないかっていう思いもあるんですよ。もともとバスケやってたから筋肉あるわけやん、うん、僕ね筋トレは全然しなかったんですよ。そうなんや。その何て言うんですかね、持ち前の感じだけで。持ち前のあんま走ってもなかった。なんかいっぱい天性のあれ、天性の感じでやってたんですよ。そんなめっちゃうまくないですよ。天才型ではないです。そうなんや。筋トレはあんまりしたくなくて、大変じゃない。数とかごまかしてました。あ、そうなの。確かに筋肉ありそうな感じはないもん、うんうん、あ、でも筋肉見せてください。いや、筋肉見せるほどのあれはない、うん、物は試しに最終回って何かやるんですか。最終回ある。最終回はやるよ、うん、並び怖い話に言えそうなるみたい。ああ。でもこの時期いいんじゃないですか、一星君も。一星の怖い話言うと。うん。そっか、夏場に一回一星君に来てもらうと怖い話。まあ、はできんじゃない。ね。数に限りあるからな。うん。でも7回ぐらいです。でもやっぱ何回聞いても怖いじゃないですか、怖い話って。怖いけど。オチ分かってる怖い話聞いてられる？なんか持ってます、こういう話。僕、この間1個仕入れたんですよ。マジで？中峰、ね、三日月マンハッタンの中峰くんです。前、なぞなぞ出しに郵送出てもらったことあるんですけど、その時言ってたのかな、分かんないけど、が、世界一短い怖い話考えてた。考えてたの？うん。世界一短い怖い話。で、それが、道路の車道に手袋が落ちてた。中身も入ってた。うん、っていう子やん。ああ、なるほど、うん、これならあんま話術がない。なあ、確かに。から金子も喋れるよ。なんか持ってます怖い話。真の怖い話なあ、ほんまにないねんや。で、俺そもそもまあ一星の横にいてあれやけど、うん、怖い話でも信じてないやん。どうしてんすかその時間。一斉君が一生懸命だから俺は本当疑問やん。一斉って言ったら賢い男じゃないから、うん、嘘つかへん、うんうん、だからその嘘つかへん一斉が怖い話をしている、霊体験をしている、うん、ってことは俺は嘘やとは思わない。でも俺は霊自体を嘘やと思ってるから、うん、だからどっちなのかっていう。でも一斉が嘘つかへんじゃないから、なるほどね、ほんまなんやろとは思うんだけど、うん、俺は基本的には霊体験でも信じてないから、うん、俺金縛りとかにも何回もなったことあるけど、うん、で、俺は自分の想像やと思う。で、俺一回金縛りにあって、ドアが開いて、俺の部屋のね、うん、でドアが開いて、袴を履いた侍が入ってきて、うん、で、スーって入ってきて、俺の頭の枕元、俺の枕元に座って、うん、で、たもとから、なんか袖のとこから爪楊枝出して、うん、俺のつむじを、パッと刺して、うんうん、俺その痛みで目が覚めて、想像やけど、でも俺は3つ記憶は例なわけないやん。そんな、そうですね、まあ、だから俺は信用してないって でもだから自分に霊感がなくて、霊感ある人はあるとは思わない。なんか、うん、僕も信じてないですけど、感受性が豊かで、うん、何かちょっとしたことを誤解してるじゃないのかなと。その人が嘘ついてるんじゃなくて、そういう風に見えてるんじゃないかな。言ったらこれが何かの音に聞こえるみたいなことの延長ですね。そう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 、木のきしむ音がなんかくらった音みたいな。でも一世の話聞いてると、それはでもそれじゃ解決できへんなっていう声が。そうでしょ。だからそれを聞くと、やっぱほんまにあんのかなっていうのもある。絶対に見えないんだと思うんですよ、僕、例が。単純に。だから、そういうのも、本当、なんていうんですか、滑らない話聞くのと一緒で。ちょっとだから、持ってるなんて。そうです、そうです。ぐらいに全部、あんま変わんないんですよ。桃太郎とかも、聞いてるのと変わんないんですよ。はしょってるだろ、どっかも。桃太郎もその大人になるまで描いてないですね。その犬。はい、犬仲間のため何時間かかったとか、
まあ、この辺はないわけで、だから聞きやすいようにしてくれてるだろうなぐらい。それはあるやん、うん、でも怖い話やっぱ夏は需要あるから。一回ちょっと一星君も来てないのかな。一星テレビで来たことありましたっけ。いや俺は一回紙粘土作りに行ったことある。ああそっか、あそれもじゃあ僕の日じゃん。あそこは会ってない。うん、会った、あの時二人、いやヒロちゃんと。あそうだったっけ。じゃああとは単純にそのみんなが打ち合わせしてて、うん、おーいみたいなんで入ったのとかは、あとあれあの大阪の金太郎とかさ、大阪でさ、うん、やったやライブ、俺らと金太郎と後ろシティ、あネクストジェネレーションみたいな、はい、なんかなんちゃうわ、誰だっけ、誰だっけ、音忘れした、あれもおじいさんいましたよね、うん、そうやおじおずさんを中心にやった、うん、あの時のもつ鍋やかなんかの。あ、そっか、うん、うん、あれで出たりはした。あじゃあ一星君もあの時出てんのかな。出てると思うよ、あの時一星君に出てもらったら記憶があんまりないんじゃない。あの時は出てるはずやね、多分。金子さん不気味ですって出て、はい、だいぶタイムラグというかあるね。あの、あれやさっきの金写真、ああ。進んでないのかな。あ、いや、めっちゃ溜まってます。あ、溜まってるもん、うん、ゲソゲソ。あ、だいぶ溜まってるね。うん、止めてたんだ。あ、怖いやつなら、でも怖いのは見ないっていう人もいますもんね。まあ、そうだな、さっきのつなじの話で怖かったのかな。いやあれはだって想像やからな、多分、うん、そうだね、信じてないとやっぱね。そうなんだよね、あの見たことないと信じれないですよね、うん、まあでもほんまにはあんのかもしらんけどね。妹見える。だこういうのがあると信じる。ああ、なるほどなるほど。で一星が見えるからなんか。見えるは一星見えないんですよ。一星が見えないんですよ。一星自体霊感ない。あ、単純にそういう話をよく聞く。あのね、一星が昔付き合ってた彼女がいて、うん、その子の霊感がすごかった。あ、で一星ってそのなんか受ける体質らしくて、うん、その感だけ見る。なるほどなるほど。霊感いる人と一緒にいたら船の免許と一緒ですね。49船舶ぐらい一人持ってたら運転していいみたいな。ああ、なるほどね。あ、でもそうか、そういうのもあんのからしい。まあ、その感じだし。でもだったら、うん、そうか、じゃ今までそういう人と出会ってないってことですね、僕らは。いや、だからそれは伊勢君も受けやすい、伊勢が受けやすい体質で、うん、俺らは受けにくい体質なんだ、多分、うん、だからまあ見ない、影響受けない。一星君出たことある、謎の出来物ができたとき。ん？だからあれ、そのライブの日、大阪の。え、そんなありましたっけ？リハ終わって、うん、本番の時に急にこの真ん中になんか赤い、うん、あったやろ、あの謎の線。上みたいな。そう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 。あの回。で、ライブ終わって、打ち上げ終わって、次の日はもう消えてた。大阪の、例えば大阪から見てる人もいるんで。あ、こけら落とし、こけら落とし、あの大阪の門座ができまして、うん、28日ですね。うん、後ろ市は行くんでしたっけ。また決まってない。どうなんですかね、僕ら27までこっちで単独です。あ、微妙なところ、うん、まだあんま聞いてないですか、ね。まあ、一応今のところじゃ予定はないけどもみたいな感じで、はい、僕らは遅くてもその来月の90は行くんで。あ、そうなんや。単独で。ああ、そうか。単独の千秋楽が大阪なんですよ、僕ら。ああ、そうなんや。はい、名古屋から始まって東京行って最後大阪。名古屋から始まるの。初日名古屋です、あさって。すごいんですよ。あさってですよ、そうだ。どうなんですか、準備の方はもう。いや、もうここでユネスできてないから。へぇ。あの、なんていうんですか。
バッチリやって言わないとダメじゃないですか、どうしたら。まあまあ、聞いてほしくないですよ。あんまり今年売れますかって言うんですよ。その気持ちはあるけど、まあ、痛いとこは断言はできないですね。確かに言っても、もう時間、そうですね。もう今何ですか。今11時半。あ、はい。ということで、ちょっと遅く始まったんですが、ちょっとこのぐらいで、すいません。お店の方も閉まっちゃいますから。はい。こけら落としの日、偶然にも私の誕生日ですって人もいますし、だから、梶山さんが、はい、まだですよ。こけら落としには。出来物があっても、一世君がかっこよかった。もありますし、だから、また、と片山さんも遊びに来てもらって、あと50回ぐらいしかないんで、50回ないんで。いや、それは寂しい。どっかだからちょっとね、もう一回行きたいですね。言ってもみんなバーって出る回とか、あったら楽しいと思う。ぜひ。はい。なんかありがとうございます。聞けるけど告知は。モノコグラはそうですね。明日モノは試しがあるぐらいですね。なのでぜひ皆さん見に行ってください。はい。まだ当日券ちょっとあるんです。なります。はい。はい。なのでぜひあのお時間の方はぜひ見に行ってください。ということで。以上、本日の牛田シティの話ゲストは、半沢直樹でした。やられたらやり返す。倍返した。